リサ・マリー・プレスリーはアメリカ合衆国の女性歌手、マイケル・ジャクソンの元妻、テネシー州メンフィス出身、現在はイギリス在住。父親、エルビス・プレスリーと母親、プリシラ・プレスリーの一人娘としてテネシー州メンフィスで生まれる。9歳で父親と死別した後、母親は新しい恋人を作ったが、その関係に悩まされ、ハイスクール時代は、 ドラッグ問題を繰り返し学校を転々とした。20歳でミュージシャンのダニー・キーオーと結婚し、長女・ライリー、息子・ベンジャミンを儲けるも6年で離婚。26歳でマイケル・ジャクソンと結婚するも2年で離婚。息子・ベンジャミンは2020年7月12日、重心自殺により死去した。2000年代に入り歌手としての活動を活発化させ、 34歳で俳優のニコラス・ケイジと結婚するも3ヶ月で離婚。2006年、マイケル・ロックウッドと京都で4度目の結婚。2008年8月5日にフィンリーとハーパーという双子の姉妹を出産したが、2016年6月に離婚を申請した。2010年、イングランドに移住したことを発表。とても美しい文化があり。 人々は礼儀正しく充実した生活を送ることができる。ギザギザな心が平らになるようと静かな暮らしに満足した様子で2010年8月にはケント州に800万ポンドの家を購入した。コンベア880リサマリー号父のエルビス・プレスリーは晩年に専用機として購入したコンベア880をリサマリー号と名付けていた。現在、その飛行機は エルビスの自宅であるグレースランドに置かれている。ありがとうございます。